石田太郎は日本の作曲家、音楽プロデューサー、演奏家、エンジニア、ボーカリスト。アメリカ合衆国ボストン生まれ。5歳までボストンやカルフォルニアなどで過ごし、日本へ。その後、大阪、京都、滋賀、東京と移る。上智大学では漢文学を専攻し、その後、東京芸術大学に入学。電子音響、作曲、民族音楽学。 画学、音楽学理などを学ぶ。在学中より、職業作曲家として活動。東京芸術大学大学院卒業後もそのまま、作曲家としての道を進む。そこから20年近くにわたり、作曲家、また音楽監督として、展覧会や、あらゆる映像コンテンツの楽曲制作に携わる。東京都庭園美術館、ポンピドゥセンター、森美術館、 日本科学未来館、東京都美術館、金沢21世紀美術館、上海東大芸術博物館など、様々な美術館における展覧会の音楽を担当。また、NHK、ユニクロ、ホンダ、トヨタ、BMW、ナイキ、アシックス、その他多数の企業コンテンツにおける音楽を制作する。近年では、福島復興のプロジェクションマッピングイベント、 はるかの音楽監督に就任。坂本隆一、大友義秀に続き、2016年より指揮を取っている。2018年、株式会社ドリフターを設立。社会における音楽の新たな役割を追求すると、共に、画学の楽曲制作などを通して、これまでにない日本の音楽のあり方を日々研究、制作し、発表している。 2019年よりアーティスト活動を開始、オールタイチ率いる新バンドにアレンジャー、プレイヤーとして参加。オールタイチが水曜日のカンパネラに提供した愛しい者たちへなどのアレンジが好評を得る。また、ビューティフルハミングバードの小池光子、小黒襟、小池のリコらと共にミミズクの家を結成。今死に瀕している日本の動揺を救うプロジェクトを進めている。 2021年、石田太郎ソロ名義での作品発表、コンサート活動を開始する。オール大地、霊学者メンバーらと共に、科学プロジェクト、ドンブラコを開始。プラネタリウム、日本科学未来館、9次元から来た男神戸市立、青少年科学館、カナダのエイリアン。ありがとうございます。